どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、3月5日、阪神 VS ソフトバンクのオープン戦について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちました いやーね、オープン戦に関しては、まあ、ちょっと前から始まってたんですけども、阪神のオープン戦というところではですね、えー、今日からというところで、まあ初戦どうなるか、まあ、ソフトバンクもね、その中日さんに対してボッコボコに点取ってたりとかね、まあまあいろいろありましたけども、まあ、そこに勝てるかとか、まあまあいろいろ考えた中でどうなるかっていうことを見てたんですけども、まあ 買ってくれましたね。まあ、なんとなくね、その、去年というか前からというかね、その、阪神がソフトバンクに対して割と相性がいいような感じっていうのはね、僕の中で勝手に思ってたんですけども、まあ、その相性の良さなのか、まあ、単純に今日ね、調子が良かったのか、まあ、相手が調子が悪かったのかっていう部分はわからないですけども、まあ、何より勝てたことが良かったんじゃないでしょうかと思っております。 というわけでスタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番レフト佐藤選手、4番サード大山選手、5番ファーストサンズ選手、6番指名打者高山選手、7番ライト糸井選手、8番キャッチャー坂本選手、9番ショート木並選手ですね。先発ピッチャーが西選手になっております。そして相手チームのオーダーがこちらになっております。というわけで打撃陣から見ていきましょう。 近松選手ですね。3打数1安打、1三振、1盗塁です。三振来定のヒット、セカンドゴロという感じです、えー。ヒット打ちましたね。そして走りましたね。海選手から走りましたね。初級でしたかな、えー。しっかりと走ってくれました。なんだかんだでね、ま、盗塁仕掛けたことはあったんですけど、そこ失敗したんやったかな。対外試合か。なんかで。まあまあ、盗塁1個目決めてくれたことに関しては良かったんじゃないかなとは思ってます。 うーんまあ、そんなもんですかね。まあ、状態はね、どん,どんどん上げてくれてるな、という印象はあったんで、まあまあ、次回の試合にも期待というところです。はい、続いて、糸原選手です。2打数無安打1フォアボールです。ショートゴロ、ファーストゴロ、フォアボールという感じです。えー、フォアボールしっかり選んでくれたというところですかね。えーっと と一応ね、その近本糸原っていうね、この1、2番っていうのは、まあおそらく確定であろうということをね、ま矢野監督もおっしゃられましたけど、まあまあ結果がね、まあ少しでもいい感じで残るように頑張っていただきたいなと思っております。はい、続いて佐藤選手ですね、4打数2安打1打点1本塁打です。レフテーのソロホームラン、セカンドフライ、ピッチャーゴロ、レフテーのヒットですね。いやー <laughs>。 すごいですね。いや、マジで。びっくりしましたよ。逆方向にホームランっていうところもすごいですし、まあ正直、上がった瞬間、わー、高いレフトフライやなーって思ったんですけど、入りましたね。まあ本当に打球を上げることっていうところにおいてめちゃめちゃすごいですし、まあ実際ね、普通にヒットも打ててるんで、何ら問題ないかと。まあ若干ですけど、その左投手に対して、 まあ苦手意識というか、まあ実際打ててない部分もあるんで、そこら辺はね、まあ今後の課題になってくるのかなと、まああとインコースっていうところにはなってくると思うんですけど、まあまあまだ1年目というところもありますし、まあシーズン途中でちょこちょこ直してったりっていう部分もあると思うんで、まあその時に期待というところです。 はい、続いて、大山選手ですね。3打数無安打3三振です。三振、三振、三振という感じです。え、1打席目と3打席目の三振に関しては、まあまあいいでしょうって感じなんですけど、まあ2打席目の三振に関しては中途半端な、まあカットしようとしたスイングが当たらなくて三振っていうところだったんで、まあちょっともったいないかなというところではあります。まあ大山選手に関しても、やっぱり実戦ね、ちょっと離れてたところがあるんで、まあまあそこら辺、 あのね、あれがあって、打ててないのかな、という風うには思うんで、まあ、明日も明後日も続いていくんで、そこでね、絶対的に、出場機会というところを増やしていただいて、で、まあ、3打席、まあ、できるならば、4打席、5打席と与えた中でね、ちょっと、戻していってほしいな、というところではあります。はい、続いて、サンズ選手です。3打数、1安打、1打点、1本塁打です。レフテのソロホームラン、サードゴロ、ライトフライという感じです。えー、ソロホームラン。 ね、打ち直しかのごとく、とんでもなく、すごい打球が飛んでいきましたね。 まあ今日はファーストでの出場というところあって、まあエラーはつかなかったですけども、飛び込んでね、取れなくて、で、まあ、ランナーを貯めてしまったというところありましたけども、まあまあ、特別悪いということもないですし、まあファーストサンズで行くのか、まあマルちゃんを使いながらの、まあファーストマルちゃん、ライト、まあレフトサンズっていう感じになるのかわからないですけども、サンズさんもね、打撃においてすごーくいい感じでアピールし続けてくれてますし、次回にも期待です。 はい、続いて、高山選手です。2打数無安打1打点1フォアボール1三振です。三振フォアボールセカンドゴロセンターへの犠牲フライですね。いや、高山選手フォアボールで出塁もそうですし、まあ、センターへの犠牲フライっていうところも最低限しっかり進めてくれたのかなというところですね。まあ三振に関してはね、低めの変化球というかもう完全なるボール球。まあ見てればね、それはボール玉って言えるんですけども、まあそういうところをね、振らなくなればもっともっと出塁率も高まってくると思うんで、期待しております。 はい、続いては糸井選手です。2打数1安打1フォアボールです。フォアボール、ライトへのヒット、ファーストゴロという感じです。まあ、フォアボールしっかり選べてるえ、ヒットを打ったっていう感じでね、まあ、アピールはしてくれてるんだなとは思うんですけど、まあ、オーバーランしてしまって、まあ、1塁でアウトになってしまったというところに関しては、まあ、正直いただけないところではあるんで、まあ、吉尾さんもね、その、ポジション確約されてるわけではないですし、まあ、自分もアピールというところを含めて、まあ、今日はスターメン、え、ライトで出場っていうところがあるんで、まあ、どっちかっていうと、え 岡山糸イトイっていうところのね、まあ、指名打者と、え、スタメンライトっていうところを逆だと思うんですけど、まあ、守備に出てるだけあってアピールしなければいけないと自分でも分かってる中で、ああいうミスというのはいただけないかなというふうに思います。 はい、続いて坂本選手ですね。3打数無安打1三振です。センターフライ三振ショートライナーという感じです。え、センターフライに関しては、当たりに関してはそこそこやったんじゃないかなと。うん、まあ、糸井選手がファーブルで出塁した後、まあ、エンドランという形でね、まあ、結果的にはセンターフライになってしまったんですけど、すごく右方向を意識してたんで、まあ、その辺に関してはいいんじゃないかと。まあ、えっと、リードに関しても、まあ、実際ゼロで抑えたところはあるんで、全然いいんですけども、まあ、今日西君だったじゃないですか。 まあ、梅ちゃんじゃないんだっていうところはびっくりしましたけどね。まあまあいいです。はい。はい、続いては、木波選手ですね。2打数無安打1三振です。三振ファーストゴロという感じです。えー、っと、木波選手はね、アピールできてないなというところですかね。まあ、守備においては無難にこなしてくれてると思います。 はい、続いて山本選手ですね。2ラスムアンダーです。センターフライショートゴロという感じです。えー、っと、山本選手に関しても、まあ打撃においてね、木並選手とまあ今日に関してはアピールできてないなというところではありますが、まあまあ、ぼちぼちなんじゃないでしょうかと思っております。 はい、続いて、小野寺選手ですね。1打数無安打、1三振です。三振ですね。えー、まあ最後ね、完全に抜かれたボールに三振してしまったというところではあるんですけども、まあ、小野寺選手がね、その支配下登録まだされてないんで、そのオープン戦でしか今出れません、正直。でも、なんか出てきただけでも嬉しいなという気持ちになるのは僕だけでしょうか。はい。はい、続いては中野選手ですね。1打数無安打です。ライトフライですね。 え、うまく拾ったんですけど、まあ、残念ながら伸びすぎてしまったというかね。まあ、バッティングにおいてはね、やっぱりすごくいいものあるなというところです。え、ただね、今日、まあ、別に悪い話ではないんですけど、盗塁失敗したんですよね。いやーね、あのー、紅白戦であったりだとか、その対外試合であったりだとかっていうところで、まあ、盗塁成功したところ、見たことないんですけど、ねーっていうところだけが、はい、って感じです。はい。はい、続いては、北条選手ですね。1ダス1安打です。レフテーのヒットですね。 えっと、ヒット打ったことに関しては良かったんですけども、まあ、今日エラー一つあったのが北条選手。まあ、正直ね、イージーなものなんで、ここら辺はしっかりという感じです。はい、続いては、ヨーカー選手ですね。1フォアボールです。フォアボールですね。えっと、ね、打ち気流行っている中でフォアボール選べたことに関しては良かったんじゃないかなと思っております。 はい、続いて中谷選手ですね。1打数1安打1打点です。レフテーのタイムリーヒットですと。いやー、ま、中谷さんに関してはね、その紅白戦であったりだとか、対外試合で、まっ タックと言っていいほどアピールできてないんで、まあ、こっからね、上げていくしかないと思います。はい。はい、続いては原口選手ですね。1打ス無安打です。セカンドフライですね。え、打撃において今日はアピールできなかったですけども、まあ、次回期待いというところです。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、西投手、藤波投手、馬場投手、小野投手ですね。西投手2回投げて47球、1安打1三振、3ファーボール無失点ですね。 いやまあ、ファーブール3つ出したことに対して、すごく驚かれてる方多分いると思うんですけども、やっぱりソフトバンクのね、打者っていうのはすごいですね。まあ、早めに追い込んでるんですよ。追い込んでるのに、やっぱり粘る。まあ、低めの変化球に絶対手を出さないぐらいまでのね、しっかり見極められてるんで、まあ、西くん自身も、ちょっと、 とだけですけど、やっぱり調整ができてない部分。まあ、ボール1個分2個分の、まあ、出し入れっていう部分に関しては、まだもうちょっと甘いのかなっていうところではあるんで、まあまあ、こっからね、調整がもっとしてくれば全然問題なくなると思いますし、まあ、フォアボールもね、おのずと減っていくと思うんで、まあ、なんら心配してないというところでございます。 はい、続いては藤波選手ですね。4回投げて59球、3安打2三振2ファーボール無失点です。まあ、ファーボールに関しては、うんって感じなところはあったりしますけども、 まあ全体的にね、その崩れずにしっかり投げ込めてるっていう部分に関しては何ら問題ないですし、まあ4回投げて約60球っていうところがあるんで、まあ先発ピッチャーとしてね、やる分に関してもすごくいい感じのピッチングできてると思います。最速が158とかでしたっけまあ別にね、スピードガン勝負ではないんで、別に正直僕に関してはどうでもいいというところではあるんですけども、まあ藤波選手のね、まあポテンシャルが発揮されれば、 ね、こういうものも絶対的に出てくると思いますし、まあ、正直僕の中で気になったのは、その、 リードというところなんですかね。まあ、途中からね、変化球主体になったところだけが気になるかなと。まあ、藤波選手が投げたくないと言ったのか、まあ、今日は変化球試すぞっていうところだったのかっていう部分はあるんで、まあ、パリーグの打者なんでね、ストレートに強いじゃないですか、ある程度。だからそこも含めて、ストレートで勝負してもらった方が個人的には嬉しかったなというところではあるんですけども、ま、あまあ、えー、本当にいいピッチングしてくれたなというところでございます。 はい、続いて、ババ投手ですね。2回投げて27球無安、第1三振無失点です。いや、ババちゃんいいですね。え、本当にいいですの一言につきますが。えー、っと、ババちゃんね、今日、まあ、言ったじゃないですか。2イニング投げてるんですよ。まあ、どういう調整をされてるのかが、僕はわからん。<laughs> いや、そのね、小野選手が2イニング投げるならば、その、ま、一応先発調整させてるんだな、というかね。 まあ前の対外試合において最後1イニングしか投げんかったから、まあ中継ぎ調整させられてるんだろうなという感じでね、まあ先発候補からは外れてしまったのかなというところではあったんで、まあまあ1イニングで投げる分に関しては、まあまあわかるわわかるわって感じなんですけど、馬場選手に関しては、まあね、その成績残ってるがゆえに先発調整させてるのかなという部分はありますけど、 ニイニングか、っていうところだけは気になりました。まあ、馬場選手自体の調子は良かったと思います。はい、最後ですね、小野投手です。1回投げて18球、1安打無失点です。えー、小野選手に関してはね、その、まあ、毎回言ってるような感じなんですけど、まあ、1イニングで投げる部分に関しては、まあ、なんら心配なくなってきてるのかな、というところですかね。うん。まあ、長いイニング投げ、 たら怖くなってくるのかな？という部分があるんで。まあ先発のね。ローテの候補からはちょっと一旦外されてはいると思うんですけども、まあまあ中継ぎの一角とするならば、ワンチャンあるんじゃないかなというところでございます。まあ、ボールに関してはね、そのこれも毎回言ってると思うんですけど、ボール自体はいいんですよ。まあ、請求力だけなんでねえ。次回の当番期待しております。はい、というわけで、本日は3月5日、阪神 vs ソフトバンクのオープン戦について語らせていただきました。 いやー、オープン戦、始まりました。いやー、始まりましたよ。ね。もう、ついに開幕まであと1ヶ月切ったというところなんでね。まあまあ、阪神はどん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 調子を上げてってもらって、まあ、開幕のスタートもね、いい感じで切ってもらえるために、えー、いい調整続けてもらえればなというところでございます。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter と Instagram のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。